はい、罰款の説明です。こちらはまあ、こちら、自立性のエヴァ罰款ですね。で、このハンドルが、この持ち運びしやすいように、これもついています。で、この横にはポケットがありまして、まあ、もしまあ、ちょっとした小物を入れるにもいけますし、もしこれを、イカシバッカンと使うんであれば、まあ、ここからポンプのエアを入れて簡易にも使えますね。で、この横にロッドを立てるスタンドが2つついています。まあ、ちょっとルアー釣りなんかで、竿休め、糸を結ぶ時なんかでもこうやってやっておくと、竿も簡単に立てます。あまり長い磯竿なんかをかけるとやっぱりこの背が高い分、こけてしまうんで、大事な竿を破損するのになります。まあ、ルアー釣りみたいなちょっと竿の自重の軽いものを立てるようにします。まあ、中に、たくさん重たい荷物を入れていれば、ある程度は落ちますけども、やっぱりこの縦長の形状なんで風が吹くとやっぱこけやすいかもしれない。で、これは2つついています。で、中を開けます。で、これはまあこのパタパタしないように、ここにマジックテープがあってここにつけれるようになってますね。で、中に、中にはこのセパレートの、付属で、こういった小物入れがついています。で、濡れ物はこっち、濡らしたくないものはこっちとか、仕掛けをこっち、小さい小物バラバラになるやつをこっちとか、まあ、いろんな使い方ができます。で、こういうのができるセパレートバッカン、これで33センチの大きさになっています。価格は5480円です。よろしくお願いします。